荒井大造は、日本の警察官僚。沖縄戦時、沖縄県警察部長として、県民の避難、保護に尽力した。栃木県芳賀郡、清原村に、農家の次男として出生。小尻山尋常小学校、清原尋常高等小学校、栃木県立宇都宮中学校と進み、その後上京した価値歩行と商業学校に、進学した後、 巡査をしながら、明治大学や幹部を卒業、1927年高等試験に合格、同年内務省に入省した、区学理一校の人物。長男は、暴富の意志を継ぎ、戦後東京大学法学部を卒業して、旧自治省に入省、行政局長、国土調審議官を歴任した、荒井敏夫。1943年7月1日、 福井県官房長から沖縄県警察部長に就任。1944年7月7日、沖縄県民の県外疎開が閣議決定されたのを受け、警察部長として先頭に立ち県民の疎開を促進する。1945年1月31日、島田明が沖縄県知事に着任すると、島田を支え、県民の県外。 北部疎開や軍との交渉などにあたる。同年6月26日、島田とマグニの軍医部号を出たのを最後に消息不明となり、現在もその遺体は未発見である。島田と共に県民の避難、保護に尽力し、合わせて約20万人の命を救ったとされる。2007年、新井の遺品と見られるご石と万年筆が県庁警察部号内で発見された。 万年筆については、後に、沖縄県平和記念資料館に寄贈された。2013年、母校である、宇都宮高校の同窓会法に、新井に関する機構が掲載されたことを契機に、栃木県内で、検証の動きが、活発化する。2016年、宇都宮市場、籠谷町にある聖火に検証費と記念館が、設置された。ありがとうございます。